はいどうも、はじめまして、こんにちは、ゆういちです。皆さんよければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日なんですけども、2009年 WBC ガチャのね、一番の最強選手といって過言ではないこの選手使っていきたいと思います。それがこちらです。はい、岩村明憲選手です。はい、ということで、育成もね、珍しく特訓マックス、特殊能力もね、まあ走塁つけてないですけども、一応レベル5まで上げてます、珍しく。はい、でね、岩村選手なんですけれども、弾道がね、ラインドライブに戻りました。ちょっとね、こっちの画面見た方が早いかなと思うんですけども、まあ今回の岩村さんがこれで、前回ですね、2020年シリーズ2が高弾道です。でその前の2018年も高弾道です。そして2016年ですね、この2016年初めて登場がラインドライブなんですよ。まあなので一応ね、戻ったという表現になるんですけども、まあ最強になってね、戻ってきてくれました、ありがとうございます。でまあミートパワーもね、強いですし、まあパワーがね、デフォルトで A ではなくなったんですけれども、まあ普通に強いですね。で守備が、今までね、サードとセンターだったんですけども、サードとセカンドになりました。確かにね、この年の WBC セカンドやってるんですよ。でしかも C67 ということで、ね、まあ特殊で B はいかないんですけども、まあ守備積極ですし、足も速いんでね、普通に守備範囲広いと思ってます。で特殊能力が超広角打法とラインドライブ回ということで、マジで今広角アーティストの次にね、人気な広角ライドラなんで、いや欲しい方いっぱいいるんじゃないかなと思います。はい、そして今回一応ね、僕ね、西武純正と共にね、ヤクルト純正もやってますんでね、ヤクルト純正オーダーでリアタイやっていきたいと思います。いやでもこう見るとさ、結構野手は揃ってきたよね。まあまあ、ということで岩村選手初使用いきましょう、どうぞ。はい、それではね、やっていきましょう。いや、ヤクルト純正ちょっと久々かな。まあでもね、岩村さんね、僕写真変更できないんで、大会はね、使えないんすよ。まあなので来年もね、岩村さん出てきてもろうて、まあ写真変更させてもらいたいっすね。いやーでもね、やっぱヤクルト純正始めてから、ヤクルトの選手ね、欲しい選手いっぱいいるんすよ。まあ今先発のこの小川さんも、このシリーズ2は、ツーシーム D なんですよ。このシリーズ1はツーシーム E なんで、まあこれがね、結構でかいね、差が。まあ最新欲しいし、まああと田口さんね、ヤクルト純正田口さんマジ必須。今まであんまりね、田口さん欲しいと思ったことそんななかったんですけど、めっちゃ欲しいもん今。粘るね、粘ってくるね。いや、フォークかな、セカンドゴロ。あー、おし、見た今の岩村さん、えぐ、まあ引っ張り警戒してたけど、普通にライト前かと思った。え、守備いいじゃん、え、めっちゃいいじゃん守備、びっくりした、普通にびっくりした。いや、これは期待値高いわマジで。いや、バッティングもね、もうね、まあまだ打ってないですけど、めちゃめちゃ多分打ちやすい。V ロードとか試練とかでね、G 操作してた時はめっちゃ打ちやすかった。そしてね、今ちょっとめっちゃ寝起きなんで、ちょっと声がね、もしかしたら聞き取りにくいかもしれませんが、それはね、申し訳ないです。はい、すいません。最後は、アマツーでも行こうか。うわ、超えたな、これ。オッケーオッケー。素晴らしい、岩村さん。さあ、ということで、岩村さん、行きましょうか。いや、このくねくね感たまんない。一応超高額出て81、84。やってもうたー、やってもうた、やばい、やってもうた。今打率10割余裕じゃんとか言おうと思った時にやってしまった、やってしまったわマジで。くわー、はい、それではやっていきましょう。能力みたい、広角ライドラでパワー91、強っ。いやでもさっき打てんかったからね、ちょっとここはしっかり打ちたい。いや、まずヒット1本、1本出たら楽になる。よし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 、危ねえ危ねえ。まあちょっと見せたいね、感じのヒットではないですけども、まあとりあえず1本、初ヒット出たんでよかったっすわ。いや、よかった、マジで危ねえ。そして村上さん、えぐ。セコムしてますか？の CM は全く見なくなったね。押すな？超えないか。長距離だったかな？
あ、そう、あのヤクルト純正ね、あのこの間一昨日かな、配信でちょっと話してたんですけど、生配信でキャッチャー以外ね、ライドラとアーティストで組めるんですよ。まあ、キャッチャーはいないんですけどね。ファーストがオスナ、セカンド岩村さん、サードが村上さん、ショート池山さんでしょ。でレフトに広沢さんで、センターに雄平さん、そしてライトに稲葉さんと、このオーダーで、ね、あと DH サンタナか、これめっちゃ強くない。でキャッチャーも古田さんで、強すぎでしょ。いや集めたいわ雄平さんな、ちょっとゲットできなかったからな、痛いよなあれ。いやもうマジでね、センターフライはダメ、本当にマジでダメ、もうね可能性がない、なさすぎる。はい、それではねやっていきましょう。ちょっとなかなかね、あのいい動画が撮れなくて何試合目か分かんないんですけど、まあ、とりあえずガチオーダーにオーダーは変更してます。岩村さん OK でね、今ね時間がねもうあの3時40分。いやめっちゃ眠い、うん、めっちゃ眠いわマジで、目こすり散らかしてる本当に。またね、なんとかこの岩村さんの動画はね終わらしたいんで、しっかり撮影していきますと、とおっと、うわ最近食ってね、おっとっと全く、まあたまたま今先発がマー君なんですけど、まあマジたまたまなんですけど、侍 WBC でね今回マー君出ましたけど、多分中継ぎ適正はねマジでもう二度とつかないと思うんで、中継ぎでマー君使いたいよって方はねマジで取りに行った方がいいと思います今回。はい、さあ OK、 ラインドライブでパワー86と、さあ有原さんの変化量マイナス1だる、集中集中集中、いやーめっちゃ打球速かったけど、いや打球上がらんかった、いや悔しい、今のめっちゃ悔しい。今日なんかねこういう打球多いんすよ、なんか捉えたと思ったら全然打球飛んでないみたいな、タイミングの問題なんかな。あ、いった OK、 さすが大谷さんだぜ。はい、それではね、またやっていきます。まあ、とりあえずバッティングまでカットかな。うん、はい、それではね岩村さんです。特能出なかったね。伊藤さんはツーシーム持ってるよね、なかなか対戦することないですけど、おお、しよ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 し、やっぱね、結構まあこの5、6試合ぐらいも使ってるんですけど岩村さん、いや打ちやすいわマジで、もう広角とか抜きに普通にこのフォームが打ちやすいで、守備もね、まあ、僕普段守備 S の菊池さん使ってるんですけど、まあ、そこにはさすがにね及ばないんですけど、普通に不自由ないというか結構ね、守備範囲広いと思います岩村さんマジで。まあ、能力とか見てね、岩村さん使いやすいんだろうなとか思ってたけど、予想以上です、想像以上マジで。いやでも岩村さんはね、まあ、2009年 WBC、まあ、僕個人的にもね岩村さんすごい好きなんですよ。まあ、当時ね、まあ、WBC リアルタイムで見てたんですけど、やっぱかっこいいんすよね岩村さん、すげえかっこいいの本当に。まあなんかちょっと見た目とかも含めてね、なんかすごい男らしいというかさ、あんまりその当時ね、2009年か、まあ、シーズン2008年とかシーズンの岩村さんはあまり見てないんですけど、もう WBC でね岩村さんのプレーとか見てね、マジかっけーと思って。まあそんなね思い入れのある岩村選手なんで、まあもともと欲しかったんですけど、僕がプロスピ始めてからだったら2020年のオビちゃんか、まあ、そこでチャンスあったんですけど、まあ、ゲットできなくて、いや欲しいな欲しいなとずっと思ってたんですけど、まあ、まさかねこんなチャンスが来るとは思わなかったですね。めちゃめちゃ結構嬉しいんですよマジで。まあ、ただね、唯一残念なのが写真変更できないんで、僕大会で使えない、これがマジで本当に、まあ、さっき最初の方も言ったかもしれないけど、マジで、まあ、唯一残念なとこですね。まあ、あと岩村さんね A ランクあと2枚あるんですよ。じゃあ超2にはできるんですけど、
まあ、極み、まあ、来年極みにできるようにね、まあ、一応今回無凸でやります。はい、ということでまた次の試合いきましょう。はい、それでやっていきます。いや今ねマジでやっぱこの時間はちょっと猛者多いよね。まあしかもメルセデス、ベンツは打てんってマジで。おう、下半身タイガース、怒られろマジで怒られろ。さあこの試合をね最後にしていきたいと思いますので、しっかり、うん、がっつり岩村さんで打ちたい。ちょっとマジ集中します。今更だけどこのユニフォームめっちゃかっこいいよね。2009 WBC のこのユニフォームめっちゃかっこいい。あー最悪だ。さあ皆さん気合で回してきました。マジでこれマジ最終打席です。なんでやねん。